はい、タンタンです、こちらですね、カーラのカーラウクレレですね、 KU の10T ですね、の備品ユーズド入荷いたしましたのでご紹介いたします。トップの木目もいいですね、ハワイアンコアの、トラ木を使ったトップ、そしてサイドバックがマホガニーの、トップコアのサイドバックマホガニーオール単板の個体となります。でカーラウクレレのロゴが入っている、メイドインジャパンで作っている、ウクレレということになっておりまして、こう持った感じすごい軽い、感じがします。持っても、ね、軽い感じがしますね。で音もやっぱり明るくてこう抜けのいいサウンドがこちらは特徴でございます。とってもこう軽やかになってくれる、抜けのいいサウンドが特徴でございます。モデルとしてはテナーサイズになりまして、この木目とですね、あとバインディングもこのトップだけバインディングが入ってまして、ウッドバインディングが入ってます、ね、この辺もおしゃれなルックスに仕上がってます。でロゼッタのインレイが入ってて、ネックマホガニーの結構こうちょっとこう丸い感じの、ネックになっているので、とってもこう力が入りやすくて持ちやすい、と感じます。で五等星のオープンギアのサイドボタンペグになってますんで、非常に質のいい国産ウクレレかなと思います。サドルで現行調整は今、してますので、ちょっとサドルは残り白少なくなっておりますけれども、全体的に傷もまあほどほどに少なくて、状態はいいと思いますので、ぜひ中古品として入荷してまいりました。こちらお早めに、ご検討いただければなと思っております。そんな感じでこちらカーラウクレレの KU10T でございます。お問い合わせ待ちしてます。タンタンでした。